バーの世界へようこそ。コンフィデンスバー、それは信用詐欺師、常識外れの天才詐欺師だ。そして主の詐欺師ロクちゃん、ベテラン詐欺師リちゃん、舞台は市民会館。狙うは世界最大最高の楽器、楽器を使用するのは全男性、いや全人類の敵ゲンホッシード。果たして楽器は誰の敵、あなたはその真実を見抜けるか。星野源のオールナイトニッポン。皆さんこんにちは、 WBB の星野源です。ここからは皆さんお待ちかね WBB メドレーをお送りします。1曲目は King&Prince の恋煩いです。いやー、キンプリかっこいいですよね。ちなみに僕は平野くんの顔がタイプです。はい、そして2曲目はサカナクションの高島です。きっと可愛いダンスを見せてくれるはずです。乞うご期待。それでは
昔々遠いところに小さな屋敷がありました。この立派な屋敷には常に先立たれた紳士が娘のエラと住んでいました。母親がいないエラを海に思い、母親が必要だと考え再婚することを決めたのです。この二度目の妻はエラと同じ年頃の娘がいました。アナスタシアとドリゼラです。しかし父親が急病で亡くなると、生母は本性を表しました。エラの美しさを妬んで辛く当たり、家の仕事を全て押し付け、自分の娘たちだけを可愛がったのです。それでもエラは勇気と思いやりを忘れませんでした。いつか幸せになれるわと思い続けて。朝食ができているんじゃなかった？できています、お母様。ただ晩の日を燃やそうと。これからは準備を全て済ませるまで呼ばないでちょうだい。あなた、その顔はどうしたの？灰だらけだわ。洗ってらっしゃい。お茶に灰が入るじゃない。そうだ、ぴったりの名前思いついたわ。シンダーウェンチ、灰だらけの田舎娘よ。灰まみれのエラね、シンダーエラ、シンデレラ。あなたのことをこれからはそう呼んであげるわ。キャー！ママママ、あんたの仕業ね。シンデレラがカップにネズミを入れたのよ。あなたたちは部屋に戻ってなさい。うんと怒られるといいわ。こっちに来なさい。私じゃありません。口答えはいい。やったことの責任は取ってもらわないとね。絨毯を洗ってもらおうかしら。屋敷の窓も磨きなさい。庭の草取りもね。もちろん裁縫と洗濯もするんだよ。はい、お母様。もう言い訳は聞き飽きた。息子は王子としての自覚が足りぬ。もう結婚しても良い年頃だ。さようですとも。わしも若くない、老いていくだけだ。生きているうちに孫を抱きたいのだ。お気持ちは分かる。前には分かるまい。もう一度パタパタと走り回る小さな足音を聞きたいのだ。いいこと思いついたぞ。男女の出番が必要であろう。その機会を与えてやればいい。舞踏会を開いてそこに年頃の娘を集めるのだ。王子がそのうちの一人を気に入るかもしれん。そう思うだろう。ええ、思います。必ずうまくいく。さっさと準備しろ。仰せの通りに。そして王様の言いつけにより、国中の年頃の娘に招待状が配られたのです。王宮からだわ。何かしら。王宮から手紙が届きました。王宮から？舞踏会の知らせよ。王様の命令により、年頃の娘は全て出席すること。舞踏会に出席した娘たちの中から王子の花嫁が選ばれるそうよ。素敵だわ。私も年頃よ。だったら私にも資格がありますよね。あなた、王子様と踊るつもり？光栄です、王子様。宝器を持って踊ってもいいですか？なじれてはいけませんか。私も年頃の娘です。確かにその通りだわ。あなたが出てはいけない理由はないわ。もし仕事をきちんと済ませたら。きちんとやります。そしてふさわしいドレスが見つかったら。なんとかします。ありがとう、お母様。ママは何言ってるの？もちろん私はもしと言ったわ。もしね。そしてシンデレラはママ母や義理の姉たちにたくさんの仕事をさせられました。父上、僕は舞踏会に賛成じゃありません。急がなければならないのでしょうか。放っておいたらお前はいつまでたっても結婚しないだろう。恋が芽生えたら当たりを暗くし、ロマンティックな音楽でムードを盛り上げる。ですが父上、これはもう決めたことだ。お前も準備しろ。そして舞踏会当日になったのです。
者が来ました。あなたは着替えないの？私行きません。ドレスができなかったのね。残念ね。また次の機会があるわ。さあ急ぎましょう。でも慌てずリリーらしく。どんなかしら王宮の舞踏会って。きっとすごく退屈で、それはもう素敵なんでしょうね。もう辛いだけだわ。何も信じられない。何も本気じゃないはずよ。いいえ、だって何を言ってるの。夢を信じない人のところに私は来ないわ。でも来たでしょ。涙を拭いて。これじゃ舞踏会に行けないわ。行けるわ。でも急がないと。奇跡にはちょっと時間がかかるの。あなたは誰なの。あなたのフェアリーゴッドマザーよ。早速準備に取り掛かろうかしら。
しまいましたが、なぜかガラスの靴は魔法がかかったまま残りました。国中は王子様が昨夜の娘を探し花嫁にするということで大騒ぎになったのです。シンデレラはいつネックレスを持ってくるの？早くしないと。シンデレラはどこよ？あの子様子がおかしかったわ。何かあったのかしら。見てきましょう。王子様が来るなんて夢みたいだわ。あの子もしかして。あ、そんなひどい、あんまりだわ。開けてください。シンデレラは部屋に鍵をかけられ出られなくなりました。そこへ太后と王子様が子年式にやってきました。こんなところまでようこそ。どうも。二人の娘を紹介します。ドリゼラ、そしてアナスタシア。どうぞよろしく。靴を持ってこい、太后。まあそれは私の靴です。何言ってるの？それは私のよ。お黙り。失礼いたしました。どうぞお続きください。そうしよう。足がむくんでるみたい。もっとしっかり開かせてよ。おいて。次は私の番よ。なんで王子様のところに行かないの？鍵をかけられたんです。私が開けてあげるわ。ビビデバビデブー。まあありがとう。お礼はいいから早く行きなさい。王子様が待ってるわ。君は？シンデレラ、なんでここにいるのよ。あの子はうちの娘じゃありませんわ。すべての娘に試すという命令です。私はただの田舎の素朴な娘です。でもその靴がぴったりあったら私を頼りにしていただけますか？もちろん認めるよ。してくれないか？ええ、いいわ。その後、王子とレラは王国で幸せに暮らしましたこと、おしまい。それでは、ポップだ。
ありがとうございます。では最後、元気にティコティコでお別れしたいと思います。皆さん拍手でお願いします。